今小6の子供たちは、うん、あと6年経ったら、うん、選挙権持つわけ、うん、青白老人選挙出れないの。いや、僕はダメです。なんで、なんで、こんな日本を背負うような。いや、背負わなくていいんだよ。俺は面白いと思うよ、うん、面白いっていうのは、はい、つまり、青白老人は、はい、別に政治家にならなくていいの。はい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 。誰か代理立てればいいから。はいはいはい。自分が当選してってことですかね。そう、うん、だってバーシーが当選するんだよ、うん、確かにね。 YouTuber が当選する時代なんですよね。堀江さんはやるんですか。俺はもう最終兵器だから面倒くさいから、ちょっとあのジリさんとかに出てほしいんです。最終兵器だ。最終兵器だ。ちょっととりあえずあの、ね、ちょっと出して出てみて、はい、自分のすごい信用できるやつを2巻に入れとけば、構成してやめればいい。はいはいはい。だから名簿順の次の人が当選するから、はいはいはい、繰り上げ当選するから。よくあれですよね、選挙で選挙用の人と実際に政治選挙分けるから、あれ分けると思う。すごい NHK 党の立花さんの発明だなと思って。選挙と政治の分離って。ああ、でもそれずるいとかクソだとか言うやついっぱいいるんだけど、いいんだよそんなの。でね、はい、秘書になるんだよ。公設秘書とかだったら、うん、議員バッジもらえて、議員会館とか国会とか、うん、出入り自由だから。そうするとさ、首相とかに普通に声かけられるんだよ。そうなんですか。ワンチャン首相あるよ。衆議院解散すると急になるから、はい、2つになるかかるかもしれない。それ何の線で入れるの。届け出したら勝手に当選するから、で、自分が辞めるの嫌やったら2番目に自分が国会議員自体に置いといて、辞めたらそれで繰り上がるから、それを公言してやったんですよ。それができちゃうキャラやから、うん、いやもう全然全くキャラやんか。だから元国会議員肩書きだけつけるけど全然いける。やりたかったら国会議員やったらし、やめたかったらやめたら、そういうキャラ強いで、まあ、結構 NG やらないもう落ちていいんだな。 NG やったら立花さんと絡めないですよ。まず絶対ほんまそうよ、ほんまそう。これは選挙と政治は分けるって考えたら、2人がこいつがいいっていうような人をちゃんと見つけてきて、二人が当選して辞めて、そいつが繰り上げ当選させるっていうことを流行らせたい。いつの間にか出るものがあってますからね。出るっていうか、出るっていうか、出るっていうか、それあくまでもそういうこともできるようなことをみんなにしてもらえたら、そうするとオーディションとかもできるかも。あお、光るプレゼン、国会議員になりませんか。おいしいな、政治家。